沿海域戦闘艦、沿海域戦闘艦、沿海域戦闘艦、LCS、リタールコンバットシップは、アメリカ海軍が現在開発中の新型戦闘艦、沿岸戦闘艦、または沿岸,沿岸海域戦闘艦、沿岸海域戦闘艦と翻訳される場合もある。搭載モジュールの交換によって、多彩な任務に対応できるのが新しい、大きな特徴である。 アメリカ海軍が大量建造を計画している小型の水上戦闘艦。従来のフリーゲートに概ね相当するが、ネットワーク中心線などの新しいコンセプトに基づき、高度なセンサーやデータリンクなど電子兵器、無人兵器などを搭載して、宴海域での戦闘の主役となる。2013年1月現在、 ロッキード・マーティン社とジェネラル・ダイナミクス社がそれぞれ示した設計に基づきプロトタイプとしてフライト0が建造されて試験を受けており、その結果に応じて量産型としてフライト1が建造されることになっている。ただし、タイテロ戦争などの戦費負担、事故による建造遅延、及び想定任務の増大に伴うコンセプトの変更、 調達コストの増大などを受けて計画の見直しが検討、実施されている。沿海域戦闘艦のコンセプトは、1998年、当時海軍戦争大学の校長であったアーサー・セブロースキー提督が提唱したストリートファイターコンセプトに由来する。これは、同提督が提唱し、 アメリカ海軍の新たな指導原理として採用されたネットワーク中心戦の概念に基づき、アメリカ海軍が取るべき方針について洞察する中で見出されたので、従来のハイローミックスの概念に起源を有しつつも、これを根本から覆している極めて大胆なコンセプトであった。スプルーアンス級駆逐艦とオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートに見られるような従来のハイロー。 ミックスコンセプトにおいては、高戦闘力、高コストのユニットが前線に配置され、低戦闘力、低コストのユニットは後方など脅威レベルの低い区域に配置される。これに対し、ストリートファイターコンセプトで建造される艦は、低コストではあるが、NCW を活用して、強力な戦闘力の発揮を導き、かつ、その名の通りに、遠海域の前線で、 攻撃的に活用されるのである。当時、アメリカ海軍は、すでに、新世代の水上戦闘艦のあるべき姿として、SC-21 コンセプトを採択し、これに基づいて、巡洋艦級の CG-21、駆逐艦級の DD-21 の整備計画を、策定中であったが、SC-21 計画は2001年に突如、中止され、 ストリートファイターコンセプトを導入しての再計画が行われた。これは、下記の2点について、従来の SC-21 計画には重大な問題が内包されることが判明したことによるものである。また冷戦終結後より、アメリカ軍は戦争以外の軍事作戦、ムーツのニーズ増大に直面していた。麻薬戦争では、 密輸阻止を目的とした海上治安活動が行われていたが、沿岸警備隊だけでは戦力が不足しており、アメリカ海軍も支援に当たっていた。海軍は主として、オリバー・ハザード・ペリー級、スプルーアンス級、アーレ・バーク級を重当していたが、スプルーアンス級及びアーレ・バーク級では、重厚頂戴に過ぎ、一方で、小型のオリバー・ハザード・ペリー級では、密輸業者が使用する。 高速船を追従するには、速力不足であった。また、スプルーアンス級は2000年頃、オリバー・アハザード・ペリー級も2010年頃の退役が、見込まれていたことから、代替艦の建造が必要になっていた。このことから、SC-21 計画中止後の、再編成において、ミサイル寿命艦、CG、ミサイル駆逐艦、DD との組み合わせのもと、ムーツ任務に適合する。 新型水上艦として、ストリートファイターコンセプトをより具体化して計画されたのが、沿海域戦闘艦 LCS である。ストリートファイターコンセプトは、アメリカ海軍の次世代艦隊についての洞察から発生したものであるため、極めて急進的なものであった。すなわち、あるべき艦として提示された設計は2種類、300トン型と1200トン型で、どちらも大型の母船。 または支援船の支援を必須としており、いずれもミサイル一発の被弾で行動不能になることを許容せざるを得ず、三百トン型に至っては、対空火力はスティンガーミサイルのみで、対ミサイル防御はソフトキル及び TRCS 製に期するのみであった。セブロースキー帝国のチームは、ストリートファイターコンセプトを LCS として具体化するにあたり、コンセプトの骨子を保つ一方で、 より在来の戦闘艦に近いものとした。遠海域戦闘艦は、その名称が端的に表している通り、遠海域をその主たる戦場として想定している。遠海域戦闘艦を従来のフリゲートから隔絶したものとしているのが、ネットワーク中心戦という概念を中核としていることにある。すなわち、大射程の兵器 TWS など、 の前方展開センサーとして運用することにより、時間装備の下記よりも、はるかに強力な火力を導き、さらに、多数を建造し艦隊のネットワークの一部として、組み込むことにより、チープキルによって艦が失われた際に、艦隊の戦闘力に預かる打撃を極小化することができるのである。LCS コンセプトの特徴を列記すると、下記のようになる。小さな艦型で他任務に対応する。 必要上、蒸気の通り、モジュール化を進めて、任務ごとに装備内容を変更するというコンセプトが採用された。このモジュールとして開発されているのが、ミッションパッケージである。パッケージは3日以内に換装可能なように要求されている。パッケージとしては、まず下記の3タイプが開発されている。嫌い相当用のパッケージ。 アメリカ海軍は2006年から2007年にかけて、オスプレイ級機雷総統艇を退役させ、残ったアベンジャー級総海艦も老朽化が進んでいた、ことから、これは最も緊急性が高いものとみなされている。30フィートまでの先進度の機雷に対しては、MHz-60S ヘ,ヘリコプターが用いられる。センサーとしては、航空機搭載レーザー機雷探知システム。 アルムズ、また機雷処分具としては、航空機搭載機雷除去システム、アムズが搭載される。また30フィート以新の機雷に対しては、機雷探知機を搭載した、ローフである、遠隔操作式多目的ビークル、MMV による、遠隔機雷操作システム、RMS が用いられる。この RMMV は、重量6トン以上、全長7.5メートルという大型のローフであるが、 当初は平均故障間隔、MTBF8 時間程度と、信頼性の問題があった。その他のサブシステムにも多くの混乱が経験されたと、されている。艦固有の5 7ミリ炭素速射砲に加えて、m k 4 6 3 0ミリ炭素機銃2機と、艦隊艦ミサイル、SSM、MHz-60R から構成される。SSM としては、当初は将来戦闘システム、 FCS の一環として陸軍開発していた n r o LS を採用する予定であったが FCS 計画自体の中止に伴って2010年に n r o LS の開発も中止されてしまったことから海軍は暫定策としてグリフィンを搭載して2019年までにより乗車艇の SSM によって更新する計画としているを用いて2014年7月後半には 飛行艦班の片隅に発射灯を仮設して NSM の搭載試験が、また2016年の艦隊平洋合同演習では、艦首艦班に4連装発射灯2機を仮設してハープーンの実射試験が行われた。また2010年にフリーダムがカリブ海での麻薬密輸取り締まり任務に当たっていた際には耐水乗船パッケージを基本として、 SSM の代わりに居住用コンテナを設置して、沿岸警備隊員と立県隊員を収容した。当初は遠隔機雷捜索システム、RMS のローフ、RMMS が対戦捜索用ソナーを兼用する計画であったが、この場合、対戦戦の際に母艦の速力、運動性が大幅に制限されることから断念で、タレス社の2087型栄光ソナーを センサーとして発見した敵に対してメガヘルツマイナス 60R を施行する方式とされている。3つのパッケージの中では最も完成度が高いとされている。海軍から提出された要求書に対して18件の応募があった。そのうち6件についてコンセプトスタディ契約がなされ、その中から単動船、ロッキード・マーティン社、SES、冷静音社、 三道線、ジェネラルダイナミクス社の三案が選定され、予備設計が進められることになった。その後、単導線、モノハル案と三道線、トリマラン案が選定されて、プロトタイプのフライト例が、それぞれ LCS-1、LCS-2 として、各一席建造され、それぞれ2008年11月、2010年1月に収益した。当初計画では、 これらを比較、検討の上で最終選考を行い、競争に勝った側のフライト例がフライト1として採用されることとされていた。しかし2010年11月、計画は変更され、両クラスを並行して整備することとされた。2010年12月29日に国防総省より発表された契約概要では2015年までに両クラスを10席ずつ、 計20席を整備する予定となっていたただし、その調達計画、調達コストに対しては批判も多く、例えば国防予算の編成に強い影響力を持つ上院軍事委員会の筆頭理事委員長に次ぐナンバー2であるジョン・マケイン上議員は、その調達計画をたびたび批判している政治家の一人である。また、調達コストに関しては、 フライトレイとなった2隻の調達コストが当初この2隻に割り当てられていた総額4億7、200万ドルを2倍以上もオーバーし会計検査員ガオから批判されたこともあるこのような状況批判を受けてか2010年12月29日に発表された契約概要ではフリーダム級を建造するロッキード・マーティンインディペンデンス級を建造する オースタル USA の両社と結ばれた契約は、共に調達先企業にコスト削減のインセンティブを与えるフィックスとプライスインセンティブコントラクト方式での契約となっていた。しかしその後、2010年代に入ると中国脅威論の深刻化を含めた環境変化に対して LCS では対抗困難であることが指摘されるようになった。上記の経緯より LCS は ムーツを主眼として、空母打撃軍の勢力圏内で活動するための、軽装備で高速、機動性に優れた小型軽便艦として、設計されていた。このため、いわゆる接近阻止、領域拒否、A2、AD 戦略のような公共意環境下での活動には、能力不足の部分が多く、しかも、蒸気のような各種新装備のために、軽便艦の特徴であるはずの低価格も、 損なわれていた。このことから、2014年2月、チャック・ヘーゲル国防長官は、LCS の建造を32隻で打ち切り、小型水上戦闘艦、SSC の建造に移行するよう指示した。これを受けた海軍の検討により、SSC は、LCS の設計を発展させ、武装や防御を強化するものとなる予定とされた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。